3月27日の会見でね、知事が、このように発言されています。元局長さんがね、ありもしないことをルール並べた内容を作ったことを本人も認めているとおっしゃいました。この発言の根拠はですね、どのような情報に基づいて発言されたんですか？そこはですね、私としての捉え方として、事実でないことが多々含まれている文書があるというふうに認識を述べさせていただいています。認識ではなくて本人も認めているというふうにファクトとして知事が公の場で発言されているんですよ。で、これまでおっしゃっている7つの疑惑はあれは嘘だっておっしゃっているのとはこれは別の次元の話で、彼は嘘を書いたと認めたっていうふうに知事は発表されているんですね。で、どうしてこんな発表されたのかっていうその根拠を尋ねしているんです。確か文書自体を作成したことは本人も認めているという報告を受けてたと思います。で、そこは分けて考えておく必要があると思います。私としては虚偽内容が多々含まれている文書だという認識、そしてご本人はその文書を作ったということを確か人事課もその当時文書の作成自体は認めてたんですよね。はい。やはり職務中に職場の PC を使用して、事実無根の内容がたくさん含まれ、かつ、職員の名前とかもですね、例示しながら、ありもしないことを、ルール並べたような内容をですね、やっぱりこう作ったっていうことを、本人も認めてますから。亡くなった局長さんが文書の作成を認めたとおっしゃるその部分のファクトが確かだということは私もそうだと思います。で、けれども3月27日の会見で知事はそこの2つを意図的に、混同されているとしか思えない発言をされているんですね。で、本人もそのことを認めてますという発言を3回されてますけど、ちょっとご紹介しますね。1回目、県民局長としてふさわしくない行為をしたということ、そして本人もそのことを認めているということなので本日付で県民局長の職を解かしていただくということになりました。2つ目、本人も認めてるんですけど事実無根の内容が多々含まれている内容の文書をですね、職務中に職場の PC を使って使用した可能性があるということです。で、3つ目、ここは人事担当の片山副知事とも相談しながら対応したということになりますけど、職務中に職場の PC を使用して事実無根の内容をたくさん含まれ、かつ職員の名前とかも明示しながらありもしないことをルル並べたような内容をですね作ったっていうことを本人も認めてますからと、この3回にわたって本人も認めているというのはいずれも本人がふさわしくない行為をしたとか事実無根の内容を書いたということを本人が認めたということにかぶせて発言しておられるんですよ。で、さらに申し上げると4月の2日に県民局長さんがその今申し上げた知事の発言に反論して、自分はあの文書は虚偽だとは認めていないという反論の文書を各メディアに配ったのはご存知だと思いますけど、ご本人もそのように認識されているし、3月27日の知事の発言を聞いた人もみんなそう思ったと思うんですけど、これは本当に2つは、いや、2つを混ぜてリンクさせて発言されてるんじゃないですか？私としては私の認識として虚偽内容が多々含まれている文書だということと、渡瀬前県民局長自体も、その文書を作ったと、その文書というのは文書自体を作ったということですね、そこを指摘させていただいたということです。当該者につきましては、県民局長としてふさわしくない行為をしたということ、そして本人もそのことを認めているということなので、本日付で県民局長の職を解かしていただくと、本人も認めてるんですけど、事実無根の内容が、多々含まれている内容の文書をですね、
まあ、職務中に職場の PC を使って使用していた可能性があるということです。でそれで今回の対応させていただいたというところです。でこの当該内容の文書については、まあ、事実無根の内容が含まれていると、多々含まれているということなので、まあ、職員等の信用失墜、それから名誉毀損など法的の課題がすごくあるというふうに考えています。まあ、ここは人事担当の片山副知事等も相談しながら対応したということになりますけれども、まあ、やはり職務中に職場の PC を使用して、事実無根の内容がたくさん含まれ、かつ、職員の名前とかもですね、まあ、例示しながら、まあ、ありもしないことを、まあ、ルール並べたような内容をですね、やっぱりこう作ったっていうことを、まあ、本人も認めてますから。わかりました。ではですね、3月27日の、ごめんなさい、もう一つの発言があります。知事はですね、元県民局長さんが、やっぱり公務員ですからいろいろあるにしても選挙で選ばれた首長の中でみんなが一体として仕事をしていくことが大事なので、それを何か不満があるからといって、しかも業務時間中にうんぬんとというのは公務員失格ですとおっしゃってます。この何か不満があるからと言ってという、ここは何を根拠におっしゃいましたか。まあ当時の発言だったと思いますけども、まあ、私としては当該文書というものが事実無根の内容が多々含まれているということですから、それはやはりさまざまな不満があるんだということを、まあ当然推定したいということですね。公務員ですから、やっぱりいろいろこうあるにしても、選挙で選ばれた首長の中でみんなで一体として仕事をしていくということが大事なので、それをなんかこう不満があるからといって、自分のしかも業務時間中なのに嘘800含めてですね、やっぱこう文書を作って流すという行為はやっぱり公務員としては失格ですので、そういった行為はやっぱりこれからもあってはならないですし、まあ、そういった意味でしっかり今回の事案を調査結果を踏まえながら、今一度やっぱり公務員としてきちっとやっぱ誠実に仕事をしていくということを、まあ、みんなで共有していきたいなと思っています。知事の推定ということをお認めになりましたね。でも今お名前出されましたけど、渡瀬さんはまあ、残された文章でもそうですけど、県民局長の3年間を含めて40年間の公務員生活は非常に充実していたんだと。でこれは不満からやったんじゃないという、ね、趣旨の説明を亡くなるまで周辺の方にされておられたようです。で全く動機の部分を今知事推定でですね、彼の動機はこうだろうということを記者会見で述べられてるんですけど、これこの行為今から振り返ってどう思われますか。表現の仕方としては適切ではなかったという面は私も反省してまして、それは今までも申し上げさせていただいてます。ね、これだけの内部告発をされて最終的にはそれが、死にもつながったっていう事案でね、動機の部分っていうのはね、本当に革新的な部分だと思うんですね。で彼はご自身の栄達のためじゃなくて職場のことを考えて行動に出たというのが彼の言い分です。それを、推定で不満があったからと言ってというふうに動機をですね、まあ、はっきりとでっち上げてですね、発表されて、でその流れの先に処分というのが起きているわけですね。でその革新的な動機のでっち上げをですね、適正ではなかったとかいう一言で済ませていいと思われますか。私としては先ほど申し上げました通り、虚偽内容が多々含まれる文章が作成されて、でそれを配布されたということです。そして、まあ、ご本人もその文書を作成したということは認められたということですね。ご本人は文書に書いてある内容は虚偽ではないとおっしゃってるんですね。
で知事はあれは虚偽だとおっしゃってますけど、で人事当局も認めたとおっしゃってますけど、それは疑惑を受けている当人の、弁明の話であって、虚偽かどうかはまさにこれから百条委員会とかがね調べる話、第三者が少なくとも見なきゃいけない部分の話を3月27日の会見でご自身の思いである虚偽っていう判断と、渡瀬さんが書いたという書いたことを認めたという2つを混ぜて、彼は虚偽を書いたことを認めたという印象を受けるような発表されているわけですよ。これについて今適切だったと思われますか？私の発言の意図としては、私の認識として虚偽内容が含まれる文書だということです。そして、渡瀬さんは文書自体を作ったということは認めたということです。それではその時点で渡瀬さんが認めたのは虚偽の文書を作ったのではないと、虚偽の文書を作ったのを認めていたのではないということはお認めになるわけですね。渡瀬さんは文書を作ったということは認めたということですね。で私としてはその文章の中に、虚偽性が含まれるものが多々含まれていると、これは私自身が当事者である認識として申し上げたということです。そこの評価がかかります。だから渡瀬さんご自身はその文章が虚偽のものだというのを当時認めたわけではないということはお認めになりますね。繰り返しになりますけれども、私自身は渡瀬さんはその文書を作ったということを認めたということです。認めているということです。そして私自身はその文書の内容に、虚偽性のあるものが多々含まれているということを申し上げたということです。わかりました。整理がつきました。ありがとうございます。読売新聞の増田です。1点だけ追加で、先ほど来出ているその公益通報の話なんですけど、いろいろこの質問と答えをやり取りする中で、知事のご認識としては3月の段階で保護対象ではないと考えた理由として、一つは内容が虚偽であると見られることが理由ということなのかなと理解したんですけども、そうであれば調査を経ずにその事実ではないと、その決めつけるというのはまさに主観的であって、今回その窓口の会を見たこの話でも出てるようなその客観性からもかけ離れてるんじゃないかなと思うんですけども、その主観的にその虚偽であると決めつけて、やはり今回その保護対象から外してしまって、処分にまで突き進んでしまったと、これは今振り返ったらやはりどう考えても問題があるんじゃないかなって気がするんですけど、その辺はいかがですか？そのあたり含めた考え方の整理はちょっと今やり取りの中でやらせていただいてますけども、きちんと整理をしてお伝えをさせていただくということが大事だと思います。私が先ほど申し上げているのが当時の判断としての経緯です。当時はそういう判断だったっていうのは分かるんですけども、今知事の中でも、今今日すぐ知事の考えがもし変わったとしてもすごい言えないのかもしれませんけど、今じゃこのその当時の判断が果たして妥当だったかどうかということについて、ちょうどこう検討中というか、知事の中でもお考えなさっていると、そういう理解でよろしいんでしょうか？当時の人事当局の対応、そして検討室の対応は適正だったというふうに考えています。となると今の先ほどのその後日整理してお伝えするというところがちょっと正直よくわからないんですけど、そういうふうに聞くと今何か検討されてて後日やはり一定問題があったというところの説明されるということなのかなと思ってしまうんですけど、そういうことじゃないんですか？今日はやり取りの中で受け答えさせていただきました。もう少し内容をきちんと精査して考え方を整理してしかるべきタイミングでご説明することが大事だと思います。これは百条委員会でも先日もですね、いくつかの議員からやはりこの関係性についてのご指摘をやはり確認すべきだという話がありましたので、今日は受け答えの中でですけど、きちっと整理をして県としての考え方をしかるべきタイミングで説明させていただいた方がよりきちっとお伝えできるかなと思いますので、今日はやり取りの中で説明させていただきましたけども、いずれしかるべきタイミングできちっと整理をして説明させていただくということが大事かなと思っています。はい、つまり今日現時点ではこれまで通りの一旦見解ではあるけども、今後今いろいろ問題を精査する中で、今回のその保護法の対象ではないと
というふうにしたこの取り扱いが果たして妥当だったかどうかというところについて、まあ、見解が変わる可能性があるということですか。基本的には適正だったと思ってますので、見解が変わる可能性はないと思ってますけども、いずれにしてもきちっと整理をして、しかるべきタイミングで、説明させていただくという方がより正確にお伝えすることができると思います。これちょっと失礼なようですけど、その問題を整理してとおっしゃりながら一方で見解が変わる可能性はないというのいうこと自体がまさに主観的であるように感じるんですけど、時系列的な問題とか、あとは当時のこう対応とかを、きちっと確認をして説明させていただくと。私が今日申し上げたのはあくまでポイントのところです。ただそのポイントがでよりもう少しきちっとした形で説明させていただく方がより正確に伝わるというふうに思います。今日はあくまで私はポイントを説明させていただいただけですから、これがより分かりやすく説明させていただくためにもう少し事実関係を整理してお伝えさせて、基本的には5月7日の記者会見で懲戒処分については経緯、内容については一旦説明させていただいてまして、それは適切であったというふうに思っています。それをより私の口なりから説明させていただく機会はいずれしかるべきタイミングで必要じゃないかなというふうに思っています。ありがとうございました。毎日新聞です。今 の, 質問に対する回答に関連してなんですけれども、そのさっき知事が言ってたように百条委員会でもその公益通報の関連でもその検証する必要があるというふうに議題で上がっている中で、その知事本人が今その今後その今回その公益通報の関係で整理してまた改めて お伝えする必要があるというふうにおっしゃってしまうと、じゃあ百条委がそれ検証する意味ってなくなってしまうんじゃないかというのと、知事本人がここでそう言ってしまうことがそれはもっとなんか主観的なのかなと、客観的なその評価っていうのが得られないままこの公益通報をめぐるその対応が妥当だったのかどうかっていう判断ができないまま、また何か見解が出てしまうんじゃないかなというふうに危惧するんですけれども、その点いかがお考えでしょうか。そういった意味でしかるべきタイミングでどういう形で検討して、これは私なのか誰なのかってありますけども、考え方を説明するということは認識としては必要だと思っています。ただご指摘の通り百条委員会とかこれから本格化する中で百条委員会側の考え方とかその辺もやっぱり踏まえなきゃいけないですけども、先ほど来質問の中で今回の処分に関しての説明をやっぱ聞かれてますから、私としても質問に対する説明の中で、ポイントを説明させていただいておりますけど、これをより正確な形の県の考え方を示す必要があるのかどうかということを含めてこれから対応を検討していきたいと思っています。とりあえず分かりました、フリーの記者の横田はじめですけども、先ほど質問にも出た人事課作成の、職員の守秘義務免除の申請なんですけども、これは百条委員会の方では承認がへの心理的負担が増えると、で百条への調査妨害だという声も出てるんですが、これはすぐ撤回を指示するお考えはないんでしょうか。言ってることとやってることが違うんじゃないかと、二倍自宅的対応だと思うんですけど、知事としてすぐ人事課に指示を与えるお考えはないんでしょうか。はい、百条委員会の職員の対応については地方公務員法にのっとって対応していくということが大事だと思います。人事課としては当局としては私はそこには関与してませんけども、一定の職員を負担を軽減する観点からこのような対応が必要だというふうに説明したんだと思いますけども、議会側からのご指摘があるんであればそこを踏まえて適切に議会側と協議しながら対応していくということが大事だと思っています。県のトップとしておかしいと思わないんでしょうか。担当 部局がですね、知事が言ってることと真逆のことを今やってると、調査妨害だと、それに値することをやってるというのにそれを放置するんでしょうか。そういうお考えなんでしょうか。
さまざまなご指摘はあると思います。私としては卓上委員会に、呼ばれることになる職員の方がやはり安心して、そして法を守りながら証言をしていただくということが大事だと思いますので、それは人事課とこれから、卓上委員会の方で、きちんと整理をして一番ベストな方法を模索していただくことが大事だと思っています。最新号の週刊文春にですね、知事の、近い人たちが、牛タンクラブと呼ばれている人たちがですね、元局長の亡くなった元局長のプライバシーの情報を持ち歩いていたと、で県議らに見せて回ってたという報道内容なんですが、これは事実なんでしょうか、ご存知なんでしょうか。私としては指摘の事項については関与していません。これから各百条委員会などに通じて事実関係が適正に、明らかになっていくということを期待しています。百条委員会じゃなくて側近の部下たちがですね、元局長を、弱みを握ってその内部告発を潰そうというような妨害工作をしていたわけじゃないですか。する疑いが、週刊誌に報道されたと、これ県として知事として調査するべきだとお考えにならないんでしょうか。繰り返しになりますけど、私としてはそういったご指摘の事項については関与をしてません。これから百条委員会や第三者委員会の中でしっかり調査が進んで、事実関係が明らかになっていくということを期待しています。週刊文春の記事は読まれたんですよね。読ませていただいてます。受け止めはその程度なんですか。とんでもないことを周りの側近の人たちがやってしまったという反省自覚みたいなのはないんでしょうか。ご指摘の事項は繰り返しになりますけど、私は関与はしてません。これから調査が進む中で、事実関係がしっかり明らかになっていくということが大事だと思っています。300と記者会見で述べられた3月27日の2日前にですね、渡瀬さんは事情聴取を受けて、でその報告を知事当然受けられていると思うんですが、それをもとに嘘800という発言をされたんでしょうか。その、事情聴取の文書というのは、情報公開で見せていただくことは可能でしょうか。私自身が、そういった発言したということ、これは表現自体が少し反省をしているということだったので、これまでも申し上げています。私が申し上げたのは、私自身が、当事者として確信的なところが事実でない内容が多々含まれているという意味で、ああいった発言をしました。2日前の事情聴取の文書というのは ご覧になって、その内容はどういうものだったんでしょうか。繰り返しになりますけれども、私自身は私自身の文書を見た判断として確信的なところが事実でないというものが含まれているということで、事実でない内容が多々含まれている文書だという趣旨で発言をさせていただきました。それは文書を読んだ結論、感想であって、その文書の内容がどういうものだったかっていうのは聞いてるんですけど。私自身は当該、元県民局長が送られになった文書を、見させていただいて、そして私自身が当事者として、明らかに事実と異なるものが含まれているということは、私は当事者ですから、なので、ああいった発言をさせていただいたということです。事情聴取された渡瀬さんのその、やり取り、質疑応答というのはどういう内容だというふうに、その事情聴取の文書には書かれてたんでしょうか。繰り返しになりますけども、私がああいった発言したのは、私自身が当事者としてあの文書を読んだときに事実でないことが含まれているということで、ああいった発言をさせていただいたということです。事実じゃないことが含まれていると本人が認めたんですか。そのやり取りの中でそういう記述があったわけですか。文書を見させていただいて、私自身が当事者として、この内容は事実でないということが多々含まれているという文書だと私自身が認識しましたので、会見でああいった発言をさせていただいたということです。渡瀬さんに事情聴取したときに、当然渡瀬さんの反論が、返ってきていると思うんですけども、それに関する記述はなかったんですか。
繰り返しになりますけども、当該文書を私が見させていただいたときに、明らかに事実と異なることが多々含まれているという当事者としての思いから、ああいった発言をしたということです。当該文書じゃなくて、事情聴取したときの文書に何が書いてあって、その中には当然、渡瀬さんの反論が含まれているはずだから、それには何と書いてあったんですかと聞いてるんですけど。最初の質問が、ああいった発言をした理由ということでしたので、私は繰り返しになりますけども、当該文書に含まれている内容が、私自身が当事者として事実ないということが多々含まれているので、ああいう発言をさせていただいたというのが私の発言の背景です。情報公開すれば、その事情聴取の文書は見せていただけるんでしょうか。ちょっとそこは私は承知してないですけど、私の発言の趣旨と背景としてはそういったことがあったということです。はい、ありがとうございます。